まあ映画や尾張公徳川宗春物語歌舞伎侍中にお入りなさいと優しい声がかかり、梅野様がお部屋の中に入ると10人ほどの方々が座っておられました。吉安様は末にて控えておられ、梅野様は部屋の中に入り、襖を丁寧に閉め、改めて探査し、入り口付近で正面を一度見て深々とお辞儀をされました。もそっとこちらに参れと品の良い老武将から声をかけられ、少し前ににじり売られました。面を上げられよ。梅野様は末に控えるおじ様を横目で見ると、吉安様はうなずかれました。はい、明るく返事をし、梅野様は表を上げられました。おお、そなたが大梅か。屋敷で見たことがあるの。優しい顔じゃ。そなたはいくつじゃ。当年二十歳でございまする。すでに二十歳とな。誰ぞ言い名付けでもおるのか。いえ、昨年このお屋敷にお仕えしたばかりでございますれば。おお、それは好都合じゃ。実はな、そなたに若殿のおそばに上がるようにと、若殿からのお達しがあった。殿とご主殿様にはすでにお許しをいただいておりますゆえ、明日には市ヶ谷屋敷までおいでなさい。梅野様にとっては青天の霹靂。あの貴公子風の武将こそ尾張徳川家第三代となられる徳川綱信様だったのです。梅野様は梅津と名乗られることになりました。元禄6年5月、梅雨もまた庭を美してくれるものだな。雨の富山邸の縁側から庭を見つめながら綱信様はつぶやかれました。お梅、そなたといるとほっとする。子を産むおそばはたくさんおれど、気が休まることはあまりないのでな。そなたの元気を分けてくれ。富山屋敷は先代の大納言光友様が小田原を模して作った広大な庭園があり、綱信様はそれを見つめることを好んでおられました。その庭に来ると決まって梅津様をおそばに置かれました。いつしか梅津様も綱信様の素直さに惹かれるようになっていました。お、あそこに山鳩が雨をしのいでおるぞ。まあ、どこから来たの。相変わらずじゃの。あい、すみませぬ。お梅、名古屋へ行く日に一度そなたも一緒に参らぬか。梅津様は黙ってうなずかれました。元禄7年、江戸尾張徳川家下屋敷富山邸で梅津様は最初のお子様である丈次郎様をお産みになられました。元禄8年、お原様となった梅津様のお父上の三浦義重様も成瀬正親様の同心として尾張徳川家に召し抱えられることになりました。元禄9年、梅津様は二人目のお子様をご懐妊。丈次郎様や新しくご懐妊なされたお子様を名古屋で育てるべく、3月に綱信様と共に梅津様も名古屋に入られました。